はいどうも、皆さんこんばんは、モッティです。今日もやっていきましょう。ウルワールド、後ろに注意、テレサの館。怖いな。怖いな。テレサの館。難しい。もう難しいしか言われてない。キモ。なんだよ、それ。目がクリッとして可愛いやろ。あ、はい。こういうことですね、テレサね。あ、なんか。あ、これあれですね。多分、卵当てたら、固まって足場になるとかそういう感じなんじゃないのかな。これ下行けないけど。来ちゃったけど。まあ、全部食べますか。なんかこれは満点取れる気がしないですね。これでも下に現れるんじゃないですか、さっき下入れないって言ったところ。ですよね。そんな気はした。はい。で、要は、こいつを、むずくないそれ。で、これ乗るの乗れないんだが。押し戻されたんですけど。はあ、なるほど。要はあれで、あ、で、また全部できると。難しそうですね。なかなか。ちょっとこれは、しっかりまた一個一個やっていかなさ、いかないといけなさそうです。あ、二人とも復活しちゃってる。よし。で、あ、でもすぐ復活したんだ。おー、これは難しいな。壁しっかり当てないといけないっていうのがね。なんだあいつ。あいつの方がキモいだろう。なんだこいつ。なるほどな。俺が、うまい。足場を作んないといけないわけだ。で、左側を押せる。とりあえず、ケイト1個目。あ、治る、しかも、はぁ、治るの早い、危ない。はい。とりあえず。これは、まあでも、言うて、今のところ、あー、この人なん、偽フラワーさんでしたっけ？なんでしたっけ？なんで上にトゲがあるんだ？あー、そっち行くのね、バイバイ。で、鍵があって、で、上に鍵穴があって、むずいな。むずいな、それ。むずい。あー、なくなっちゃった。どうしよう。一回戻るか。あ、違う。左に卵のブロックがあったと思うんですけど。あ、何ここ。え？ミスフラワーさん、バイバイ。はい。これで終わり？おや、また謎解き面ですか、これは。あ、で、ここで消えちゃうんかね。ってことは、やっぱりあそこの足場を、こいつをどうにかちゃんと作んなきゃいけなさそうで。あ、違う。そんなに難しいか？あ、違う、跳ねない。違うよね。あ、スイッチを押さなきゃいけないってことか、じゃあ。そういうことか。スイッチを押してこの壁に跳ね返らせろってことか。はぁ。その、斜めのやつを使えっていう、そういうなんかよくわかんない理系能みたいなの使うわけじゃないよね。ってことは、なんかじゃあどっかに、その、スイッチを押しに行けるような何がしのヒントがあると、
うん。ってことで、じゃあこっち側に来たんじゃないかという判断ですか。でなんかあんのこの辺に。そういうわけじゃない。あー、なんかある。いや、でもそれじゃないんだよな。あー、なんかこっち、おー、ちょい。え、でもそれでもないんだよな。え？ちょっと待って、二つ扉があるじゃん。二つ扉があって、で、こいつになんか関係あるんじゃないの？関係ない。で、鍵がそこにあるじゃん。おや、これは、マジで迷ったやつか。また、リアルに迷ったやつかもしれない。ウェーンでしょ？ああ、そこでほぐれちゃうもんね。ね。あ、抜ける！え？ちょ、わかんねえって、それは。うわー、でもあえてこれを誘導してたのかも、可能性はあるな。あるな。なんか無理やりあそこの壁に跳ね返らせようとする発想は多分、誰でも出てくるからな。だとするとすげえ、ニンテンドー神かよっていう。超うめえじゃん、みたいな。あるな。で、踏むと、え、時間あんの？時間あんの？聞いてない、それは。一発勝負しかないんですけど。ああ、しかもやばい。卵がない。卵がないよ。あ、これでもう行っちゃう。ああ、右に行けたかもな、これ。右行けたかもな。一回戻りまーす。戻れるんで、戻りまーす。行けただろう。ほらー。くまなく見なきゃいけない。テレサのお屋敷は何があるかわからない。あ、で、ここはあれなんだ。ほう。やば、やば、ちょ、その羽は聞いてない。おい、そのさ、チュンみたいな羽聞いてないよ。何そのショージャンプ。もう一回入ってさ、なんかある？もう一回やり直しなんじゃないのこれ。テレサはいるだろうけどさ、卵ないじゃん。マジ、もう一回やり直し？上何かあるよね。いや、何これ。え、でも跳ね返すところがない。あ、もうこれ、あれですか。あ、ちょっと危ない。許さないよ。あ、違うわ。上に、テレサがうんたらかんたらね。ちょっとごめんなさい。もう一回だけ行かせてください。ちょっとやだ。ちょっと気持ち悪いんで。ああいうの。ああいうのできない。すごい気持ち悪いんで。ちょっともう一回申し訳ないけど、やらせていただきたいと思います。よろしくお願いします。いやー、今のは、あれだね。なかなか、小賢しい罠ですよね。はい、これで踏んで。だーね。よし。で、今度は卵いっぱいあるから、なんかうまく調整もできるし、割と問題ない。はい。で、来てもらって、この辺。はい。で、え？ある。あー、ちょっと危ない。はー、よかった。といて、いや、マジ、毛糸は本当に大事だからね。やっぱね、戻っといて正解だった。よかった。よし。で、これでもうあとは行けばいいですね。はい。あー、ごつんとしたね。で、来てもらって、で、ここかな？これ使うのかな？来ないよ。全然来ないよ。まだ、どこ？ここ！なんかすごい、なんかヨッシーが震えてる。あ、終わり？あ、終わりっぽいな。はい。
めっちゃブルブル震えてたね。かわいい。かわいいエンドかわいそう。またくっそめんどくさそうな。なんやこれ。みんなめっちゃ引っ込んだ、めっちゃ引っ込んだ。出たり引っ込んで、出て、ズッコンバッコン、ズッコンバッコン、ズッコンバッコン。これさ、え、意外と難しくね、これ。割りかしまた頭使わないといけなさそう。そしたら、ここを、この足場作って、で、こうだな。こういうことだよな。こういうことだよね。よし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 。さあ、で、2個入ると、なんか、1個出れるんじゃないのみたいな。なんだこれは。はいよ。え、なーん!ずるっ!あ。それはずるいわ。全部かよ。本物だ。絶対これあれだ。あれ ?1 個目が、え?てか、4つ目もない。嘘。え、俺全部取ってるつもりだったんだけど。マジ?あれ?系統は?系統、え、系統3つだよ。でも系統はまあ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 って感じだよね。ごめん、間違えた。こう、あ、ちょっと間違えた、間違えた、間違えた。3つ目。なんか、うまく聞けない。はい。3つ目。2つ目。あ、遠い。あ、でもうまくいった。おし。一つ目ですね。どこだ?系統が、もしかして。またよくわかんないとこ来ちゃったよ、これ。また隠し何がしが、隠し何がしが、隠し何がしが。あ、ちょっと、それ、大丈夫?あ、大丈夫じゃないやつですね、やっぱね。こっち側行って、ここ、あー、こっち側にもあるんだ。はい。これさ、上登りすぎちゃうと、これもうダメなんじゃないの?もうゲームオーバーなんじゃないの?とりあえずどけといて、あ、ミスった。ん?あれどうなってんの?全然どうなってんのかわかんないけど。いや、それ届かない。それ届かないから。うわー、大変だ、これは。また難しいやつ来た。え、え、え、わかんない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 。こう、いや、やりたいことはあるんですけど、やりたいことなら、いっぱい夢見ることなら、夢いっぱいと、普通だから、このなんかよくわかんないのやめてほしい。今すぐおしゃれに。あ、なんかある。あ、なに。トゥ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 じゃなくてさ、これ系統をまた取り逃したパターンちょっと強いんじゃない。これ3つ相手しなきゃいけないっていうのがだいぶ、ちょっと待って。ほんと俺、濃厚すぎ今日。はい。よし。濃厚すぎるだろう。あ、よしよし。この2つ作れば、多分3つ目はどうにもならないから。で、こうか。あ、でも俺さ、右側になんかありそうだなっていう感じなんですけど。はい。よし。で、これでもういっちゃおうか。行こうか。行っちゃいましょうか。いや、絶対なんかあるけどな。右上の方に。ちょっと行かなかったですけど。はい。あ、外出てきちゃった。踏んでいいの?踏むよ?よいしょ。ポン、ポン。はぁ!だってこれ5つ目でしょ。アイテムの場所が全然わかんない。全然わかんないですね。こりゃ参った。何をすればいいのか全くわかんない。パーでんねん。全部1個ずつないもんね。花は2個ですけど。いやー、むずいねー、これ。むずい。本当に難しい。やっぱこ
こういうやり込み、これはでもやり込みっていうのかな。まあでもこれを経てからさらにやり込みなんだろうな。さあもう一個行きましょうか。ちょっと時間大丈夫かな。15分まあいいですね。長くなっちゃったら長くなっちゃった。なんだこれ。ヘイフォー、それ無重力状態でよく掴んでられるな。ベリッとバリッとベルトコンベヤー。ベリッとバリッと、バリッとはどの部分なんですか。ベリッとはまあ100分ずつってわかるとして、バリッとってのはわかんない。ベリッとバリッと、ベリバリ、ベリバリ、ベリバリデリバリーみたいな。あ、でもなんかこういうステージ結構俺好きかもしれない。あ、ベリ、あ、マジックテープ。あー、あ、あ、なんかすごい、あ、すごい、なんかアクティブ、めっちゃアクティブ、アクティブよし。バリベ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 リバリ、あ、ベリバリベリバリベリバリ、なんかね、あ、ちょっと変な動き方をする。じゃあなんかさ、ジャンプした後変じゃない。あ、てかもうやべえ、体力維持しかない。いつの間に、あー、こんな余計なとこに来なくてよかったって話だよね。なんかね、変な動きをするんだよね。あ、ある、見なきゃいけなかったね。これでもさ、上に掴まないとじゃん。よしよしよし、来て。はい、絶対上になんかあるでしょ、こんな。尻尾から行くのね。さあ、あの右上とかには隠しすらなさそう。歩ける、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 ある程度、歩け、ある程度出してくる。ほう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 。あ、こう、ケイトもくっつく。待ってー、待ってー、ケイト待てー。よし、なんかなかなか骨が折れそうだけど。あ、なにこれ、キモい。あ、わかんない、ダニみたいなのくっついてる。よし、なんだこれは。あ、あそこなんもねえの。いや、いや、なんか、なにこのホコリなのかダニなのかよくわかんない。なんかどっかのテレビ局のマークみたいな。あ、なんかある、はい、あー、くっついちゃった。それはくっつかない、それはくっつかない、はい。あー、落ちてった、一個無駄にしたよ。よいしょ、はい。まあムーチをね、うまく使っていったらいいんじゃないかな。なんかここもなんか変な感じしますね。はい、ふーん、ふーん、ふーん。舌が上に出ない。なんかややこしい。舌が上に出ない。あのトゲが怖えな、マジで。一撃で持ってかれちゃうもんな。はい、てーんからのここ。で、右側はなんか大丈夫なの？あ、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 一撃じゃなかった。よかった。いや、もう一撃だと、一撃だと思ってたから、まず心臓止まった、今。心臓止まって、身は確定し。はい。ん？ドゥン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 、うん。足場作ってくれて、おーし。フラワーがありません。どこにもフラワーがありません。ありません、フラワーの場所が。はい。あ、ちょっと戻れる。ちょっと戻れますね。まあでも、今のところは、ああ、2個セットなんだね、そこね。ここ、よし。絶対ここ左側なんかあるから、見えてるから、ほら、芝が。え？え、こんだけ？なんか最近増えたよね、このオマージュ的な、なんか、オマージュっていうか、思わせぶりなさ、隠しするよね。今まで全然なかったですけど、あ、さて、何かしてもここのステージ得意、早い。ジャンプ。早い。よし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 。よくわかんない手間取り方したね。まあ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 。うわ、穴が入ってたー、口の中に。
なんだこれは。ああ、回収されていく。回収されていくよ。よいしょ。あ、届かない。おー、早い早い。こうだよ。よし、こっち、あ、危ない、落ちる。あ、でも落ちてもいいや。あ、なんか出てきた。よいしょ。おーさ、なんか出てきた。取るぞ。よし、こうですよ。そして兵法がいっぱいいる。あ、難しい。右から取ると、あ、痛い痛い痛い。まあ、急げ急げ急げ。よし、オッケー、取る、オッケー。危ない、いろんな意味で危ない。え、あ、これある、あるよね、あるよね、あるよね。ちょっと待って、毛糸が若干なさそうで。ああ、そういうことか。右移って左移って、あ、ドンキーコング2でいうところのあの蜂蜜がうんたらかんたらなステージ。ほんとほんと、何でもかんでもお前はドンキーに例えやがってって、そろそろ言われますよね。あれだよね、スーパーファミコンのドンキーコングってやったことないからね、言うてね、実況生放送とかでも。あ、いた。ワンはあるのか。ワンはゲームボーイアドバンス版のワンもあるんですよ、確か。何年か前に。それぐらいですよね、多分やったことあるの。あとはドンキーコング64、リターンズもないし、ないんですよね。あ、ここで終わり終わり終わり。よしよし、やばい、ムーチョか、ムーチョで、スーッと上がってて、ここに一個誰かいて、上りのあるよね、三つ目。この上さらにさすがにない。ケイトがさ、あ、ケイト一個増えてるか。ないなぁ、難しいなぁ。もう全然わかんないね。シハテナに関しては勘が冴えてない日は取れないからね、多分ね。あ、しゃあない。あ、なんかこのさ、床の動きもなんかどっかで見たことあるよね。この、下に一個あって、上が二つ重なってて、みたいな。この配置ね。こういうギミックはまあマリオのシリーズにいくらでもあるんですけど、なんだこの見えすぎた4つ目は。はい。はい。あるね、あるね、あるね。見えてるね。あの床が見えてるから。そして、早そう。あ、やだ、これ。なになになに？ここは刺さんない？刺さらない？刺さりま、刺さらないね。しー。あの？はい。これ下行った方がいいね。いや、上になんかあるんじゃない？これ。このままくっついていこう、これ。ほら。ほらー、ある。あるよー。よーし。危ない、下になんかあった。くっついてるだけでいいから楽、楽ちんですよね。他のなんかいろいろ、絨毯のステージみたいにさ、はっ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 みたいなことやらなくていいから。そうだよね。さあ、ちくわちゃんブロック。ちくわちゃんブロックは、左からぐーっと落とし、そこのハンコを取り、こっち。で、よいしょ。あと、届いてないのそれ。よっしゃ。なんか上にありそう。なんもなさそう。なんもなさかった。なんもなかった。バレバレ。バレないとでも思ったの？よし。ケイトは全部集まった。よしよしよし。いいですね。しかも前半の方のフラワーなんで、後々回収するとき、しに来るときも結構楽ちんですね。後半取れてないとさ、だいぶこうめんどくさかったりするんですけど、これ右は入れない？入れないか。難しい。よし。よし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 。で、こっち。あ！あ！逆だった！危ねえ！そして、トゲトゲマン。トゲトゲマン！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 僕ね、マジックテープのザラザラの方が好き。え、みんなさ、マジックテープのさ、ちょっとザラザラとツルツルの方どっちが好きですか？じゃ、今日のみんなの、コメントをみんなで書きましょうのコーナーね。コメント欄に書いてください。今日はマジックテープのザラザラの方が好きか、
トゲトゲの方が好きか。アンケート。どうでもいい。史上最もどうでもいいな、これ。なんか、いろいろさ、こうなんかゲームのためになるようなことをさ、アンケートにこうコメント書いてって言ったけど、今までで一番どうでもいいな。逆に多分書きやすいじゃないですか、普段なんかそのゲームの話よくわかんないからコメント書けないけどみたいな人も結構中にもいるでしょ。その人のため、むずい、これどうやっていくの、これ、どうやっていくの、これ、ああもうあるけどそこに入る、入らねえよ、ふっ、う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 っ、ケツからいく、ケツから行く、よし、早っそこに、はい、いや、いけるか、意外と、あ、これ後半楽しそう、帰ってくるとき、はいはいはい、あ、全然いけんじゃん、あ、もっときついかと思った、あ、いけるいけるいける、しかもなんか全部こう、毛玉がでっかくなっちゃいましたね、イエーイ、行きまーす、わーい、意外と遅かった、よーし、でもあとこれでゴールするだけですかね、ハンコは果たして20個集まってるのかどうなのか、これ左に、なんか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 、なんもないです、はい、一周回るよ、きた、ハンコパーフェクト、はい、おお、面白かった。あ、このステージ結構好き。だ、楽しかった。しかも結構いい感じにね、点数も取れてるだろうから。ハートは？ハート16か。ああ、まあまあまあ2つ取れたんで、よしとしましょう。ふぅ、これはもしかして、次のパートがラスボスですかね。もしかすると。あっという間だね。これパートいくつだ？パート途中でちょっと途切れちゃった分もありますけど、1パート4つですから6424、あ、でもまあまああるんだ、パート数的には。なんだこれ、え、何、マブペイントよしわけがわからないね。さあ、ということで残すところあとわずか、もしかしたら次のパートがラストかもしれない、ぜひとも見ていただきたいと思います。モッティでした、明日の16時。